はい、こんにちは。今回は無課金で光を継ぐものを進めてきましたが、早速積みました。クエストエピソード2が終わったあたりからパーティの能力に上限が来て上がらなくなってしまい、先に進むのが難しくなってきました。この時点で全員が星4のレベル40に達し、これ以上強くなるためにはレベル上限を引き上げる進化をする必要が出てきますが、進化に使う素材が星4のサーヴァント4体と無課金にはかなり難易度が高くなっています。敵のレベルで言うと25あたりがギリギリ勝てるくらいのようです。光が積むものになってますね。とは言ってもまだ印象を厳選して全てプラス9以上にして学生素材も集めていけばもう少し先に進めるはず。集めた石や召喚石で星5が当たれば事態は結構変わると思いますが、全く当たりませんよね。そうですよね。結構ギリギリな戦いをしている感じです。だがそこが面白いと思っています。高難易度のゲームほど燃えるのですよ。